DT、童貞にスポットを当てた青春バラエティ番組、DT テレビ32、毎週金曜23時が6月15日、アベマ TV にて放送。福井吉実と朝比奈博が送る、行き場のないエネルギーを抱えた DT、童貞たちのための青春バラエティ番組だ。今回の放送は、日本最大手のアダルトビデオメーカーであるソフとオンデマンドのプロモーション部とコラボレーション。SOD 社員が今まで DT テレビで言ってきた数々の企画をチェックし、ソの中から AV でパクりたい企画をランキング形式で発表していった。第9位に選ばれた企画、DT に焼け我慢は、男なら思わずに焼けるシチュエーションで、DT たちは何秒照れ笑いをこらえることができるのかを検証するというもの。番組には、元セクシー女優の成瀬ココミが登場し、バック派、グヤ、アクリス越しに、キスという恋愛シーンを実演。DT たちを悶絶させた。この企画を見た SOD 社員からはマジックミラー号でも企画できそうという声も上がり、他の社員も面白いかもしれないと乗り気の様子を見せていた。また第7位に選ばれた DT のうちにしたかった10のことは、世の中の非 DT が DT のうちに経験しておきたかったと後悔していることを調査し、そのシチュエーションを DT のメンバーが体験するというもの。最近私のこと避けてませんか？と不機嫌な後輩に急に抱きつかれるなど、甘酸っぱい青春の1ページをミニドラマ形式で DT たちが体験していく。この企画がランクインした理由を聞かれると、SOD 社員は DT さん、気持ちって意外とユーザー心理に近いと分析しながら答える。DT がやられたら嬉しいことというのは参考になると話す社員は、 VR で完全主観にして DT のうちにやってもらいたかった10のことって、いろんなシチュエーションでやってもらってと具体的な内容を提案。まんま使えます。これはばくれると大盛り上がり。今回のコラボレーションをきっかけに DT に刺さる新たなアダルト作品は生まれるのだろうか。今後の SOD の動きにも期待したい。 C アベマベッドテレビ動画視聴は、アベマビデオ、アベム、ATV、 見逃した DT テレビを好きな時に何度でもお楽しみいただけます。今ならプレミアムプラン1ヶ月無料体験を実施しています。アベマ TV